い、どうも皆さん、こんにちは。ナオトエンターテイナーロードの時間がやってまいりました。ナオトです。さて、今回はですね、アキネーターというね、アプリをね、やってみたいと思います。アキネーターっていうのは、その、有名人物やキャラクターを、その、アプリの方がね、読み込んでくれるっていうことなんですよ。例えば、その有名芸能人がいます。自分が思い浮かべている有名芸能人を、その人が当てられるという、なんかめちゃめちゃ怖いっすね。もう自分の思い描いている有名人を当てられちゃいますからね。でもこのアキネーターね、僕ね、あんまね、使ったことないんですよ。てかあんまっていうかもう初めてですね。でもこれが本当にね、当てられるのかと、ぶっちゃけね、思ってるんですよね。さすがに、僕が思っていることをね、当てられちゃったらもう逆に怖いですけど。なので今からアキネーターを使って、で、僕が思い浮かべている芸能人キャラクターは本当に当てられるかどうか検証、そしてね、確かめたいなと思います。ではそれでは早速やってみましょう。レッツゴー。では早速ね、アキネーターやってみたいと思います。今回のアキネーター、ちょっとね、4人でやりたいなと思います。4人でやりたいっていうか、4名の芸能、そしてキャラクターでね、やってみたいなと思います。さすがにね、4人でしょ。4人厳しくないかい？では最初のね、男性芸能人からいってみましょうか。男性芸能人、木村拓哉さんでいってみましょう。いきます。実在する、うん、はい、名前は全て漢字が使われる、はい、ドラマ出演経験があります。はい。女性？あ、いいえ、いいえ。35歳以上ですか？はい。50歳以上ですか？いや、違う。うん。ジャニーズ事務所所属？え、はい。一度も結婚したことがある。あれ？はい。解散したことがある。はい。え？スマップのメンバー。はい。おお、すげえ、マジで当たったのか。めっちゃ怖っ。マジで当てられるの？では、女性芸能人いってみましょうか。女性芸能人、石原さとみさんでいっちゃいましょう。いただきます。スタート。女性、はい。フルネームで7文字ですか？はい。ドラマでキスをしました。どういう質問？ああ、知ってるね。はい。一度でも結婚している。あ、てか最近結婚したか？はい。すでに亡くなっていますか？いいえ。有名人と結婚しましたか？いいえ。映画パーフェクトワールドに出ていますか？え、あれ？ですか？あれ？いいえ。名前に小文字がありますか？いいえ。40歳以上？いいえ。日本人と結婚した？はい。名前はいくから始めますか？はい。いや、わからんね。慶応義塾大学を卒業しましたか？多分そうでもない。コーディネートを投稿してますか？僕はしない？わかんない、わからない。はい。当たっちゃったよ。石原さとみさん当たっちゃった。コーディネートでわかったのか。すごいな。続いてはね、アニメのキャラクターでいきたいと思います。アニメのキャラクター、渦巻きナルトでいきたいと思います。さすがにね、ナルトは当たんないでしょ、いくらなんでも。では行きましょうか。いい。男性、はい。歌手、いえ。ドラマに出演しましたか？いいえ。名前は全て漢字が使われる？いいえ。日本人？日本人だね。うん、いい。はい。YouTuber？ いいえ。お笑いタレント？いいえ。漫画やアニメ関係がある？はい。実際に存在する？いや、実際には存在しないかな。大人かな。まあ、はいにしよう。はい。え？はい。いいえ。息子、はい。メガネかけてない。泣いてない。はい。いいえ。
週刊少年ジャンプに関係ある。ジャンプだね、はい。いえ。僕のヒーローアカデミアに関係ないか。いえ。ワンピースに関係する。いえ。いいんだよね。はい。物語の進行。はい。母親はすでに亡くなっていますか。はい。うお、すげえ。渦巻きナルト当てちゃったよ。やっぱどんどん質問されちゃうとね、もう答えちゃうからね、やっぱりそれで分かっちゃうのかな。てか、ナルトのこの画像かっこよくね。最後はね、超難題だと思いますよ、これ。カジサックでいきたいと思います。カジサックさん、僕の憧れの YouTuber ですね。でもね、カジサックさんね、お笑い芸人キングコングの梶原雄太さんとしてもね、活動されておりますので、もしかしたら、逆に、キングコング梶原雄太さんってね、答えられちゃうかもしんないですね。まあ、本当はね、カジサックさんなんで、はい。カジサックさんで、ね、果たして、思い浮かべられるかどうか、やってみます。いきます!男性、はい。実際に存在する、はい。俳優中、いえ、芸能人。芸能人なのかな?うん、芸能人ね、はい。お笑いタレント。もう、まぁ、あ、今回はね、ちょっと、YouTuber でいきましょう。いえ、40歳以上。多分、総理になる。うん。現在50歳以上か。いえ、何人かおる。いえ、声優さん。いえ、名前はすべて漢字が使われる。いえ、音楽に関係してる。いえ。ニックネームに、んがついてる。いえ。M から始まる。いえ。名前に小文字があります。あ、はい。日本人。はい。一度も結婚している。はい。ニックネームに、うーがつきますか。いいえ。YouTuber、はい。え、ちょっと待って、え、待て待て。頭文字は K だじゃん。はい、ちょっと待って、マジ。はい。見つかりますか。え、はい。うお、いい、マジか。カジサックさんまで当てちゃうのか。すごい。でもしかも、キングコングの梶原雄太さんじゃなくて、ちゃんとカジサックさんで答えられてますから。いや、すげえ。マジか。結果、4回やってみたんですけども、全部負けました。アキネーターさすがです。いやー、アキネーターなんか面白いですね。多分ね、全部の芸能人答えられちゃうんじゃないですか。だってもう、何でも思い浮かべられちゃってよ。っていうかもう当てられちゃったからね。いやー、なんかもう怖すぎるわ。アキネーター使ってみたのはね、本当に初めてなんですけども、いやー、なかなかね、面白いですね。ちょっとこれからもね、プライベートでたまーにね、アキネーターをね、ちょっとね、いじってみようかなと思います。さすがにね、毎日は、やらないかもしれないです。やっぱたまーにやるときがいいかもしれないですね。ということで今回ですね、アキネーターで思い浮かべている芸能人、そしてね、キャラクターが当てられるかどうか確認、そしてね、検証しました。最後までご覧になっていただき、ありがとうございます。以上、ナオトエンターテイナーロードの時間でした。また、いつかお会いしましょう。 See you!皆さんご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、 SNS のフォローよろしくお願いします。またいつかお会いしましょう。 See you!